リアルラジオ。リュウジとユメノの歌おうか。商売繁盛、コロナに負けるな、景気回復。商売繁盛、コロナに負けるな、無病息災。皆様お元気ですか。さあラジオの前の兄ちゃん姉ちゃん母ちゃんとおちゃんと隣のおじさん近所のおばさん、そしてにゃんこやワンちゃんもお元気ですか。作曲家の加藤裕二でございます。そして私が最も敬愛する最高の作詞家は、はい、お元気ですか、白川ゆめのです。この番組はレコード会社インターナショナル M の提供でお送りいたしております。全国発売の CD をですね、ラジオ有線でご紹介します。特に YouTube いい歌夢ヒットチャンネルではですね、見えるラジオとしてもう全世界に配信しております。お聞き逃しの方はぜひご覧ください。チャンネル登録も、それからいいねもよろしくお願いいたします。はい、どこよりも早くいい歌をお届けしております。お、私も歌手になりたいと思われた方、興味のある方はぜひぜひご連絡ください、はい、お問い合わせは 045-741-9888 までお電話ください、はい、インターナショナル M 特製ボールペンをプレゼントいたします。はい、オリジナルソングで、オージジナルって今言っちゃったね結構年取っちゃうとね、あの言葉がレロっちゃうとオリジナルをオジジナルになっちゃうオリジナルソングをですね、はい、自分革命をしてですね、カラオケダムで歌える、で、うん、YouTube で全世界に発信する、はい、これってね最強、うん、最高、はい、最大のレコード会社インターナショナル M でございますよ。今日からあなたはもうプロ歌手、 Are you ready?小指と小指絡ませて心斎橋までぶら歩き。作詞作曲松本久重、歌はシオンウィズ紅子さんで大阪熟女。あなたと出会ったこの街の片隅に咲いたネオン花、今夜のお酒はブランデー、素敵なあなたに寄りかかり、水割り飲み干すネオン花、夜の帳も消えかけた道頓堀の橋の上、二つの影が重なり合って、大阪から発信でございますよ、なんかかっこいいですね、かっこいいですよ、ね、女同士のデュオというのも、まあ、作詞作曲家天才、はい、松本久重先生の楽曲でございますけどね、はい、なんとこの楽曲は11月2日に出るんですけども、うん、
もう一曲の、はい、トアの愛も、うん、両 A 面で、はい、ダムジョイサンドに入りますからね。すごいですよ ね。これこそですね、うん、まあ、時代の先駆者というか、だって若い人もいいですけど、はいはい、やっぱり人間って生きてきてですね、うん、まあ熟練した、ね、そのなんかこう熟知した、はい、そういう経験のもとに、うん、やっぱ男も女もやっぱりね、うん、大阪熟女みたいにやっぱり頑張っていただきたいですよ ね。なんかかっこいいしね。で、皆さんの、うん、皆さんのですね、はい、カラオケ愛唱歌にもう必ずなると思っております、うん、なるほど。あ、こちらの2人は、うん、吉本の新喜劇元ね、うん、で相方同士で、あら、いやすごいですよ。いいですね。 M1 の2回戦まで行った方ですから、実力もの持ち主でございます。すごいすごい。というわけで、はい、シオン with 紅子さんのようにですね、はい、私もね、うん、インターナショナル M から CD 出したい人はどこへ電話したらいいの？はい、はいはい、もうぜひぜひね、うん、お気軽にお問い合わせください、うん、はい、電話番号は 045-741-9888 までご連絡くださいね。はい、わ、はい、かりました。それでは次の曲に行ってみましょうか。チャイナタウンの異国の街で出会った頃の2人を探す。作詞白川夢の、作曲加藤隆二、歌は加藤貞夫&加代子さんで、横浜忍び合い。はい、会いたかったよお前にずっと詫びていたんだ、許しておくれ。何も言わずに優しく抱いて、今でもあなたが好きだから。チャイナタウンの異国の街で、左の指は切なく光る。恋が芽生えた横浜、泣いて別れた横浜、そして二人は横浜忍び合い。横浜忍び合い、加藤貞夫遠藤加代子さんはですね、はい、2日前10月5日にですね、うん、全国発売しまして、もうダムジョイサンドにも配信済みでございます。すごいですね。すごいですよね。なんかいいですね、うん、このカップルがとってもいいです。これね、うん、YouTube でも、はい、爆発的のアクセスがございましてね。あ、そうですか。ぜひいい歌夢ヒットで見てください、はいはい、そうするとね、チャンネル登録といいねを必ず押してくださいよ。お願いします。よろしくお願いします。その前に、はい、CD を買ってくんないとね。あ、そうだ、これはレコード店と、うん、インターネットで、うん、買えますから、もうね、はいはい、ぜひ皆様、これで満足しないでちゃんと CD を買って覚えてくださいよ。よろしくお願いしますよ。ますというわけで、加藤貞夫さん、遠藤加代子さんね、はいはい、のようにですよ、うん、いいですか、はい、私もやりたいやりたいって、あれですよ、選挙に出るわけじゃない。歌手デビューしたい方は、ね、どうしたらいいの？はい、もうぜひインターナショナルミュージック、うん、通称 M までね、 M までそう、お電話ください、はい、もう何でもご相談に乗ります。はい、はい、電話番号は 045-741-9888 です、うん、お待ちしております、はい、では次の曲に行ってみましょうか。心と心つなぎ止める愛、あなたに伝えたい。作詞作曲松本久重、歌はシオンさんで、とわの愛。
めぐり会えたのは運命で、それが二人には愛の始まり。そんなあなたに心惹かれて、愛しい思いが込み上げてくる。心と心つなぎ止める愛、あなたあなたに伝えたい、これが私の愛だから、あなたと幸せ。はい、シオン、ウィズベニコさんの大阪熟女のカップリング曲で両 A 面でございまして、ね、シオンさんのソロボーカルも素敵です ね、なんかね、うん、すごくかっこいいですね。かっこいいです、うん、あの女性のかっこいいっていうのはね、はい、僕あの男前、うん、もう大好きですよ。なんか素敵ね。なんかねなよなよしてるの僕あんまり好きじゃないの。あ、そう、あ、そうなんですか。私がなよなよしてるんだもん。ねえ白川さん、うん、CD を出してですよ、はいはい、カラオケで歌われるってすごいことじゃないの。本当にね、うん、あの感動があるんですよね、はいはい、もうぜひぜひね皆様ね、はい、歌手になりたいと思われたから、うん、方はご連絡ください。そうですね、はい、はい、お問い合わせは 045-741-9888 です、うんうん、おエンディング曲が流れてまいりました。はい、作詞白川夢の、作曲加藤隆二、歌は加藤隆二先生で、月下美人。花ならばあまねく香りを漂わせ、あなた気づいてくれますか。静かに燃えるこの愛に咲かせて今だけは月下美人は定めばな。インターナショナル M はですね、はい、M はあのミュージックの略でございますが、はい、本当にねただ CD を作るだけじゃなくて、うん、ラジオでしょ、有線でしょ、はい、YouTube でしょ、バンバンプロモーションしますからね。いいですよね。 CD 出すにはどこでやったらいいの。はい、インターナショナルミュージックです。はい、それでは私加藤隆二と、はい、白川夢乃でお送りいたしました。またお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。明かりようやく開いた花びらに、あなたと息を感じれば夜露に
せ。チャンネル登録よろしくお願いします。